ビエーリーニャことアデリーのアンドレ・ビエーラ・フレータスはポルトガル・ギマランイス出身のサッカー選手。ポジションは MF であるが、右サイドバックのポジションも務めることができる。ポルト地元、ビトーリア・ギマランイスの下部組織を経て、FC ポルトの下部組織に入団。2006から07シーズンに2部の FC マルコへの半年の期限付き移籍を終え、ポルトへ復帰後に、 同クラブのトップチームと4年契約を締結した。2007年8月11日に、ビトーリア・セトゥーバルトのスーペルタス・サカンディド・デオリベーラで70分から出場し、ポルトでの公式戦初出場を飾ったビエリーニャは、89分に同試合最後の得点を記録。2007から08シーズンは、同僚のディオモ・バレンテ、パウロ・マシャドと共に、同リーグのレーション・イス・エ c シーへ貸し出され、 レーションイスの一部残留に尽力した。パッチ期限付き遺跡からポルトへ復帰すると、かつてポルトを指揮していたフェルナンド・サントス監督率いる、パッチ・テッサロニキへすぐさま貸し出された。遺跡一期目の2008から09シーズンは、首相にして、同胞のセルジオ・コンセーソンと共に、両サイドでゴンビを組んでいたが、アリス・テッサロニキとのダービーで怪我を負ったことで、 長期間の離脱が決定。2009年1月の冬の中断期間で練習に復帰し、アフィー・クレタ戦に途中出場で復帰した。2009年7月中旬にポルトから遺跡金100万ユーロで完全遺跡を果たすと、それから半年後に契約を2013年6月まで延長し、さらに1500万ユーロのバイアウト条項が設定された。 2010年11月4日の UEFA ヨーロッパリーグ2009から10でスペイン一部のビジャレアル c f 相手に頭で決勝点を記録しリーグ戦では32試合7得点というパフォーマンスにより UEFA ヨーロッパリーグ2010から11出場権獲得の3位に導いたことからクラブのサポーターが選定するチームの年間最優秀選手に選出された 2010から11シーズンも引き続き安定したプレーを披露したことから遺跡の憶測が飛び交っていたにもかかわらず、再び UEFA ヨーロッパリーグ2011から12出場権獲得に貢献し、2011から12シーズンを迎えた。パッチでは公式戦126試合28得点21アシストを記録した。 ボルフスブルク2012年1月3日に移籍金400万ユーロでドイツ一部の VFL ボルフスブルクと3年半の契約を締結。21日の1、FC ケルン戦で45分からリーグ初出場を飾り、2013年3月9日の SC フライブルク戦でペナルティエリア外からのボレーシュートにより公式戦初得点を記録した。 ユース時代は U-16 から U-23 までの全カテゴリーに出場し、92試合26得点を記録。また、U-17 時代に UEFAU-17 欧州選手権2003優勝を経験している。2011年11月に負傷したダニーの代役として UEFA ユーロ2012予選のボスニアヘルゼゴビナ戦で、 A 代表に初招集された。2013年3月13日、2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のイスラエル戦で試合残り30分から代表初出場を飾った。2014年6月10日のアイルランドとの親善試合で代表初得点を挙げた。ポルトの二人が危険付き遺跡、バイリニアパラオーパッチ、パッチウィン、デサロニキバトル。 メルカード、ポルトコロカジョガドース AB、パッチ S、バイリニアイグノレス、トランスファースペキュレーションアフターアナザーワンダーゴール、バイリニアヘッツパッチパスとビジャレアル、バイリニアウィンズパッチサポーターズアード AB、パッチ S、バイリニアポイストツーサインフォーボルフスブルク、VFL ボルフスブルク1から AFC コロン、SC フライブルク2の 5VFL ボルフスブルク、コントラウカムズ2、ポルトガル、 エスレス9位イ,イスラエルロー、ベータイプシロンウプシロンシグマイプシロンタウウプシロン、カッパローウプシロンファイアルファーウプシロン、パイシグマパイ。ありがとうございます。